ということでね、見てください、あたりはもう真っ暗ですよ。わあ、この虫の音だけしか聞こえないの、ちょっと耳澄ましてみて。聞こえる？それよりもこっちのあれかな、方が強いか。はい、今ね何やってるかっつったら、まあキャンプといったらね、やっぱコーヒーでしょ。コーヒーを入れる。最高ですわ、めちゃめちゃ美味しい。はい、ではね、まあ、コーヒーにはやっぱりちょっと甘いものも欲しいということで、このマシュマロをね、焼きマシュマロやっちゃいます。焼きマシュマロ、うん、でも今日だいぶキャンプっぽいことしましたよね。だいぶキャンプしましたね、キャンプしてましたね、だいぶ木切ったしちょっとね、普通の人からしたら若干ワイルドだったかもしれないけどね、うん、そんなことないですか。そうですね、まあ、浦さん、どこでもね、生きていけそうじゃないですか。まあでも結構ハプニングとか、それこそなんかよくあるじゃないですか、無人島行ったら何持ってくみたいな話とか。そう、まあ何も持ってかなくても結構生きれる自信は正直あるかな。まあでも確かにその三好さんの言うように、うわ美味しそう、見てこれ、うわ見て一瞬だ、すーごい。あ、ちょっとこのね、これをちょっと皆さんにも一本ずつ、よいしょ、はい、一本ずつ。じゃあ本日お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。乾杯。乾杯。乾杯。おう、ギュッて。いただきます。いいですか、このとろっとろに焼けたこのマシュマロ、コーヒーと一緒にいただきます。うん、あーうま、外で食うマシュマロがこんなにうまいとはね、最高だ。うん、合うね、合いますね、これはもうコーヒーとも間違いない。いや、マシュマロってこんなうまかったっけ。すごいバニラの風味がすごい美味しい、あったかくて、うん、あ、そう、北海道とかでさ、僕朝一のさロケ行ってた時のその帰りなんですけど、帰り空港に着いて、着いてから全便欠航になったんですよ、大雪で。で、すごいですよ、あれめちゃめちゃ恐ろしいですよ。全部欠航になった時ってパネルが全部赤になってくる、1個ずつ変わって、バッ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 、全部真っ赤、映画みたいな。そう、うわ何これみたいな。で、その時に市内に戻ろうと思うじゃないですか、うわやばいと思って。でもね、市内に行くバスすらも、もう行けない、行けないっていうかもうないの、やばってなって。そうした時にみんなどういう行動を取るか知ってる？そうしたらみんなもう空港に泊まるしかないから、もう毛布をもらう長蛇の列がブワーってできるわけ、その時に。でもね、僕はその列に並ばないんですよ、
僕がその時に一番最初にすることは自分の寝る場所の確保と、あとトイレが近いところを場所を確保することと、あと電源です。なぜかこれ飛行機が欠航になったってことは次の日のチケットを自分が取らなきゃいけないんですよ、うん、ってことは情報を常に持ってなきゃいけないから、うん、電源のある場所をやっぱ確保しておかなきゃいけない。あとはトイレがやっぱりすぐ近くにあるところをやっぱ取らなきゃいけない。毛布2時間くらい並ぶからあれ、うんうん、そう、そんなのは後でね何としても実は手に入るって僕はもう思ってるんですよ、うんうん、だからその時僕は並ばないんですよね。そう、じゃあその後どうしたかって言ったら、もうみんなさ、もうその辺にさ雑魚寝というかその広場みたいなところに雑魚寝ブワーッするから、もうすごいね、もう人が本当にもう密、それこそめちゃめちゃ密な感じなんだけど、もう僕はそこには行かず何したかって言ったら、あのアメックスとかさ、あのこうやって筒状になってさ、こうやってお姉さんこうやってやってるとかあるじゃん、そう、あそこのアメックスのさ、このさ筒って光ってたから、あれあそこ電源あるんじゃないのって思って、もうすぐにアメックスの方の人に言って、今からこれ空港が封鎖されて多分朝まで身動きが取れないから、ここの筒の中ちょっと貸してくれないか、そう、うん、そこに電源があると思ったから、そしたら上の人に相談しますって言って、上の人が来て状況を説明して、僕はもうこの市内にも出れないし空港に泊まらなきゃいけないからっつって、でそこってどうなってるかって言ったら、あれなの、筒状になってるけど、要はカウンターが 1,2,3,4 つくらいこうやってあるわけ、3つか、うんうん、で要はここの下のところにはさ、こうやって電源があってさ、わかる、ここの引き出しとかは全部鍵がかかるようになってるから、ここだけ要は漫画喫茶のちょっと快適な空間みたいな感じになってるわけで、このさ移動するこのさ、わかる、ちょっといろんなもの書類とか入れる、うんうん、物をでこうやって入り口を隠せるから、要は個室になるのよ、うん、ほうでさらにそこはトイレから歩いて10秒くらいのところ、うん、で目の前にローソンもあった、コンビニも、うん、もうだから全てが整ったこの環境、うん、で僕が毛布、あとで寒いから必要になるでしょ、でもね毛布は絶対大丈夫だと思った。なんでかって言ったら、みんなさ電源をさ借りに来るでしょ絶対に、うん、そうした時にこの電源を貸すことによって毛布がいつかもらえるんじゃないかって僕は思ったそしたら案の定毛布を持って寒くないですかって来てくれた人がいた、うん、うそしてあのよかったらなんですけれども電源そちらの1個貸してくれませんか、俺6個あった電源う6個あったからそう元締めみたいになってる俺このアメックスとあと他のさ JCB とか何個かしかないのこの筒は、うん、だから電源がある場所って言ったらあと壁しかないでしょ、だからその壁の近くに行かない限りはないし、でも壁って結構遠いのよいろんなところから、でも俺のところは目の前ローソンで10秒したらトイレで、ここアメックスの場所で、もう俺しかいないこの個室、うん、みんなさそこ行けるんだってなってさ、そしたら他の人とかもさ、おいあいつあんなとこ撮ってるぞっつって、俺が撮った瞬間他の筒も全部埋まり始めて、これ一つの筒に4人くらいいけるんだからこれ4つくらいあるから、はいはいはい、そうでその後結局ね寝ることないんで、なんでかっていうとみんななんか電源借りに来る人とかと仲良くなってそのまま朝まで飲み明かすことになるの、すぐそこにローソンだからさみんなローソンであのなんかあの持ってきましたみたいな、そうおつまみも買ってきましたみたいな、そうで、あ、お酒あるよとか言ってこっちもなんか朝までみんなで楽しく飲んでさ、そうで俺潰れてさ起きたらさ朝6時くらいに起きたんだけど、そしたらさあの中国の人がさ何人かさ俺のスーツケースを机にしてさなんかメイクとか置いてさし始めてそうだってもうすごい、おー待って、俺のスーツケースどこだと思ったらテーブルになっててさでもそんくらいみんな仲良くなっちゃってさ、でもさここからがさもう本当に大変で、もう地獄よ、みんなさ朝のさ7時くらいに開くさ、要はチケットカウンターに1時間くらいの列がブワーってもうでき始めてんの、うん、でも俺はそれに並ばない、うん、どうするか、俺は携帯を2つ持ってたから、うん、まずチケット情報をインターネット1個開きながらこっち電話できるようにしとくわけ、こうやって、そうでチケットこっち予約して、でダメだった場合こっちで繋いでるの、コールセンターの方に。でもね北海道から要は出発する、うん、その
要は北海道にみんなかけてるから電話が全然繋がんないの、うんうんうん、もうでも俺ね考えたの、出発する北海道じゃなくて到着する羽田の方に連絡すればいいんじゃないかって思って、羽田の方に連絡したらすぐに電話つながった。おう、それでチケットをやり取りして何回かで8時の便取れたんだけどまた欠航、9時の便やってそれでまた欠航ってそうでね、これも何回も電話するのもさ結構大変で、でさこれさチケットさ取るときってさこれ一回確認の電話さ最後さじゃあ今から確認しますねみたいな、そうこれは、まあ、やっちゃいけないかもしれないけど、確認の途中で俺もう電話があまりにもかけるの大変だったから一回わざと切ったのパッて、うん、そしたらさ向こうから電話かかってくるわけ、確認の途中だから、うん、うあすいません今お電話切れてしまいましたねみたいな、そうそれが東京の直通コールなんですよ。だから次からそこに電話かけたら絶対にすぐ繋がるわけですよ。コールセンターで何番押して何番押してもう大変でしょこれ。だからこの直通コールを僕は手に入れて、それで僕の前後の人は9時台の便で帰りました。前後の人近くに前後の人そうなんでそんなにすぐ電話繋がるんですかみたいな。だからもう前後の人にはもう教えてさ。そうでその日のねニュースを見るわけですよ。でまだ帰れない人がいると。これ最終帰れなかった人空港に2日間残ったらしいです。いやだからね結構サバイバル力は僕あると思いますね、はい、だから皆さんもしそうなった場合ってみんなが行く方向に行くんじゃなくてみんなが行ってない方向で何が必要なのかっていうのを考えると生き残れる可能性があるかもしれないですっていうお話が一つ。なるほど、いかがですか。なかなか参考になりました、うん、今度そういう状況になったらそうします。本当あんまやっちゃいけないかもしれないけどそう。じゃあもう一つねちょっとお話、まあやっぱなこれもう古原靖さんのね、うんまあ、夏休み企画っていうことなので、うん、そうじゃあそうだな、まあやっぱ夏休みといったら、うんまあ、肝試しじゃないけどちょっとね怖い話なんか一つしてみたいなっていうふうに思います。実はですね、まあ、当時、すごく僕が、まあ、仲良くさせていただいていた、まあ友達がいるんですよね。 そう。でその友達のお家は兵庫のある山の上にありました。だから必然的に行くには何周かしなきゃいけないんですよ。こうやってぐるぐるぐるって山を。そう。で僕は霊感とかっていうのはないんですけれども初めてその時に最後のカーブか2個前くらいかな、急に鳥肌が一気にブワーって立ったの、うん、うわなんだこれと思って、でなんか俺さ怖くなってちょっと周り見渡したの、うん、でもちゃんとガードレールもついてるし、うん、ミラーとかもついてるし、うん、あれなんだろうって思って、でそのこと一瞬忘れてご飯食べてる時にさふと思い出したの、みんなと会話してる時に、うん、そういえばねあの時何が起こったんだろうと思って聞いてみようと思って、みんなにさここに来るまでの最後の方のカーブのところって何かあったんですかって聞いたの。そしたらなんで知ってるんですかって返ってきたの、うん、怖くない？だって俺何も知らないから聞いてんだよ、なんで知ってるんですかって、いやいや俺何も知らないから聞いてるんですよって言ったら、実はみたいな、あそこ半年前に車が落ちて人が亡くなってます、うん、それでミラーとガードレールが新しくなったっていう、うんうん、それまでは何ならミラーがついてなかった、次の日にそこに行くとミラーガードレール、うん、新しかったんですよそこだけ、うんうん、だから俺は見えないけれども何か感じることはあるみたいで、その時くらいからなんか行っちゃいけない方向とか行ったりとかすると鳥肌がバッて立つから、鳥肌が立った時は俺行かないようにしてる、そうだから直感ではあるんだけど、まあ、見えないんだよでも、そうだからなんかまあ皆さんもねなんかそうやって鳥肌が立った時とかっていうのは見えてはないけれども体が要は直感がそれこそ守護霊なのか分かんないけれども何かが自分に教えてくれてるっていうサインらしいので皆さんもぜひ気をつけてくださいというお話でした。いかがですか。ちょっと怖いですね。怖いでしょ。ちょっとね夏にいいんじゃないですかこれ、うん、ヒヤッとヒヤッとねするっていうお話。
なんだけれども、だなんかあります今まで。あ、僕結構ね、うん、霊感ちょっと強い。へえ。ポロポロありますよ。なんか見えたことあります？うん、大学生の時に、うん、まあ結構夜中まで起きてんじゃないですか。うん、まあテレビ見てたり、はいはい、ゲームやってたり、うん、でそのまんまもう床に寝て、うん、うとうとしてたら、まあ、やっぱり牛蜜時ぐらいの2時ぐらい、うん、こう、あもう眠いなと思って寝てたら、まあ、よく金縛りに遭うんですよね、うん、金縛りになって、ああ金縛りだ、でも慣れてるから、ああまた金縛りだと思って、うん、で溶けて、ああ金縛り、久しぶりに金縛りだったなと思ってこう寝返り打ったら、寝返り打った瞬間に人と目があったんですよ。うん、うん、あれ、いや当たり前だけど自分一人しかいないから、うん、えって思って、うん、後ろになんか鏡かなんか置いたかなと思って、うん、ちょっと触ったらなくて、うんうん、やべえ、なんか目が合っちゃったやばとかっていうの、うん、怖っ、何だったんですかこれ。いやもうそれは分からないけど、なぜか何かと目が合ってしまって。怖っ、もうその部屋で寝たくない。寝たけどね、その後。うわー、よく寝れましたよそれ。住んでた3年ぐらい住んでて。マジ住んでた、その後も3年も、うん、お払いとかしなかったんですか。してない。やば、怖いわ。え、義経なんかある？いや俺も全然そういうのないんですよね、霊感とか。ない、うん、今まで見たことない。全くないですね。あ、ほんと、うん、え、信じない、そういうの。いや、霊は言ってもおかしくないかなと思ってますけど、うんうん、だってじゃなかったらさ、うん、こんなにたくさんいろんな人見ないよね、これね、うん、だから多分いるっちゃいるんだよね、だからね、うん、そう、要はなんつったらいいんだろう、念として残ってんのか、うん、わかんないけど、必ずそこにやっぱ思いがあったりとかして。うおい、やばい、鳥のお化け鳥のお化けですよ、おい。やっぱいますよ、ここにも絶対に、うん、いやー、そっか。いやでもいると思うな。宇宙人とか信じます？信じる。UFO も見たことあります。マジ、うん、俺 UFO おじさんの話したっけ？わかんない、したから。UFO おじさんの話、でも UFO おじさんの話はちょっとまた今度、また今度、もうなんか出しすぎてもね、出しすぎても、うん、ね、今日はまあじゃあこれぐらい。そうですね、はい。クマが襲ってくるかもしれないので、マサイの剣を体験して寝たいと思います。はい、じゃあ、いやーすごいね、よいしょ。それでは皆さん、おやすみなさい。こここれ絶対一人用だと思うんだよこれ絶対に。それでは皆さん、おやすみなさい。バイバーイ。あ、何かあったらこれで呼ぶんで何かあったらこれで呼ぶから助けに来てください。やばくなったらこれ2回押します。はい、この音が聞こえたら俺がクマに襲われてるっていう証拠です。はい、それではおやすみなさい。おやすみなさい。バイバイ。じゃあ古原さん、はい、今回ソロキャンプやってみてどうでしたか？いやもうものすごい贅沢な夏休みね、なったんじゃないですか。それこそ夏休みね、やっぱどっか行けないね、受験生のみんなだったりだとか、やっぱそういった人たちにもね、やっぱなんか外に出た気分になってもらいたいなっていう、まあ気持ちもちょっとありながら、まあ意識しながら撮ってたんで、まあそういう人たちにもちょっと楽しんでもらえたらなっていうふうに思います。それこそね、まあキャンプして、まあこうやって大自然の中でね、まあみんなでもカレー食べたりとかもめちゃめちゃ楽しかったですし、いやー、りょうちんもね、こうやって東京から駆けつけてくれて、ダンスでやったりとか、もう盛りだくさんの内容でお送りしましたけど、逆にね、いかがでしたでしょうかと、まあね、ちょっと聞きたいところなので、皆さんね、ぜひ、コメントの方にね、感想を残してみてください。ということで今回、古原康久の夏休み、ご視聴本当にありがとうございました。それではみんな、またね。バイバイ。